はい、皆さんこんにちは。レナです。サカです。ヘリティブロークです。今日はレナの生まれた故郷マークトシュバーベンをプラプラしたいと思います。そう、散歩です。いいところがいっぱいあります。今日はママも一緒に3人で出発やがんです。そう散歩です。ママが出発やがんが好きだからね。ね、ちなみにミュンヘンから電車で30分ぐらいしたところにあるのがマークトシュバーベンということで、早速ね、プラプラ行きたいと思います。ここにもうお墓があるんだけど、あれかもね、日本と違うところもあるかもね。あると思うよ、行ってみる。ちょっと見てみますか。はい、昔は教会が真ん中にあって、そこにすぐにお墓があったんだけど、うん、ちなみにさ、ドイツ人の人ってさ、お墓参りとかどれぐらいに来るの、頻度？ほとんど行かない。なんか日本のお盆とかさ、その先祖の人が帰ってくるっていう文化はドイツではあんまりないんだ。あるあるあるけど、キリスト教以外の人はもうやらないと思うよ。ママはなんか20年間ぐらいをもうずっとやってて、もうあれをつけてや、あ、3ヶ月に1回ぐらい行って、新しい花、もう これぐらいのなんか、あの、結構手間かかるよ、それ日本と全然違うから。まあ、日本みたいに線香をあげる文化はないもんね。ああ、そうない。もう出たよ。日本のでもお墓とは全然違うね、やっぱり。あ、全部なんか狭いでしょ、日本。あ、そうそう、一個一個が狭いけど、結構スペースある。そう、日本の倍ぐらいある。やっぱ広々してるんだね。広々。日本は家もそうだけどさ、うん、狭々してるもんね。だからそこに、あの、人間が入らなきゃいけないから。あ、そのままで。そっか。日本みたいに仮装して納めるとかじゃないもんね。あ、なんか半分ずつだけど。だからそっか、広くないと入らないもんね、そもそも。そうそうそう。あ、そういう違いもあるんだね。面白いじゃん、文化の違いとして。あ、あれが教会じゃないですか、社長。そう、入ったことないでしょ、タカ。入ったことない。入る。でも、教会撮れないもんね。いや、撮れるよ。動画。だから、うるさくなければ撮れるよ。あ、そうなの。やっぱ街中にはメルセデスベンツが多いですね。BMW とメルセデスベンツが多いです。でも、あの、韓国の車とかも多いよ。あ、ヒュンダイも多いね。そう。教会。じゃあ、ここからはちょっと静かにしましょう。水が入ってて、入るときにこうあれをやるでしょ。そうですね。で、これはコロナだから、あっちで二高速コロナが入りそうです。まあ世界中変わってるよね。ここで水を飲むと。そう。やっぱ教会って綺麗だね。ちなみにアウスガング、これ出口。そう、あっちは私たちの式ホールだけど。あ、そうなんだ、市役所。あ、市役所。これ昔お城だったよ。あ、よくあるよね、ヨーロッパだとね、昔お城だった頃をシティホールにする。そうそう、だからこれ本当に真ん中にあったお城で、ま、あの、周りにはこういう壁がちゃんとあって、あ、このタワーがこっちであまり見えないけど、なるほど、残ってる。だから本当にここマークトシュバーベンのど真ん中だね。そう、ど真ん中。教会があって、お城があって、お城があって、こう歴史的に面白いでしょ。ね、レナの家ってど真ん中にあるじゃん。歩いてもうここめっちゃ近いよ。近いよ。でも私の家はもうマークシュワーベンの入り口すぐだよ。だからそれぐらいマークシュワーベンちっちゃいってこと。そういうこと。5月1日に、うん、これがもう年に1回建てられるんだけど、マイバウンといって、あの、5月の木で、それがここに祭りになって建てられる。あっちの家が村の一番古い家らしい。あ、そうなんだ。あ、でもなんかドイツの家って感じ、この辺。 あっちの方も全部めっちゃ良くない。1718年、すごいじゃん。300年前。あ、めっちゃ良くない。ここは何、シティホール。さっき見てたところ。そう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 。あ、これがシティホールなんだ。これは新しい方だね。そうだね、モダンだもんね。あそこにウクライナの旗があるね。今は戦争だから私たちはウクライナをサポートするみたいな。その隣はマークチュワーベンのやつ。かっこいいね、赤と白で。これがラットハウス。綺麗だね、ここから見ると。そう、この右が昔のお城、左が今のモダナイズされた
シティホール。食べたいならいつか行ける。ああ、また今度来てもいいかもね。あ、パン屋さん？お、ドイツのパン屋さん？ちなみにさ、村めっちゃちっちゃいじゃん。ああ、みんな知ってるの顔。いや、みんなは知ってるわけないけど。知らない？ほとんど知らない。ママと一緒にどこかに行くと、あの、わかんない10人ぐらいは挨拶をするよ。うわ、すごっ。ドイツのパフェみたいな感じ。あ、これあれだ、スパゲッティアイスだ。そう、皆さん知ってますか？スパゲッティアイス、スパゲティに見えるアイス、おいしい。おいしい。あ、バナナスプリットもあるよ。そう、バナナスプリット、バナナスプリットってバナナにアイスと生クリームと。すごいね、こんな感じなんだね。全部7ユーロぐらいだから高い。900円普通に高いよ。ぐらい1000円いかないぐらい高いね。私はここでドライビングスクールをしたよ。ちっちゃ、ドライビングスクール。あ、そうだ。え、これコースはどこにあるの？ございません。ない。どういうこと？建物しかないよ。ちょっとそんなに混んでない道でドライビングをし始めて、そこから普通に街を走ったんです。初めから。日本だったらありえないよ。すごいですね、ドイツの文化。最初からちょっと運転の仕方を机で勉強したらすぐ出るってことでしょ？別に机でも勉強してないよ。超怖いじゃん。すごいね、日本じゃありえないですね。だからドイツでもし、練習中の車が走ってたら、普通に練習中だよ。めっちゃ危ないってことだね。1日目かもしれないね。そう、私の小学校がこっちにあるの。でかい。え、一クラス何人いた？マークトシュバーベンってそんな大きな町じゃないじゃん。Wie viele waren wir in einer Klasse? 30? 30人ぐらい。あ、30人？グルー、Anfänger sind meistens 6. クラスがあって、そこに30人ずつ。めっちゃ多いじゃん。空いてる？ちょっと入ろう。多分1時40分だからもう誰もいない。1時40分だよ。うん、誰もいない。ちょちょ、まだ1時40分だよ。平日の1時40分だよ。Yes. 誰もいないの？遅くても12時にみんな出るよ。え、午前中しか学校やってないの？ちなみにあっちに新しい小学校を作ってんだって。そう、アルテカペリ、コンクリートの。なんかすごいでかいよ。だから小学校とその次の入る学校を中学校こう一緒にして、こっちに。あ、そうなんだ。全然違うね、こっちのさ。ちょっとドイツっぽい昔ながらの建物と。これ多分結構モダンな感じ。完璧なモダナイズじゃん。そうそう。ドイツの小学校はいいですね。昼にはもうみんな帰れるらしいですよ。そう、だからあっちで子供が遊んでたでしょ。遊んでた。で、それがママの仕事。そっか、お母さん児童館のママって言ってたもんね。そう。でも早いね、12時、1時には学校が終わるって超早いよ、日本で考えると。あ、ハロー、同僚、お母さんの同僚。わー、すげーした。あ、すごい。Genau, das war bewerben, dass sich hier mehr Leute dann. Klar, die ganzen japanischen Touristen kommen dann nach Mark Schwaben. So, ja. Die Japaner haben viel Interesse. Warum nicht? Wir haben ehrlich gesagt sehr viel interessante Sachen hier. Also, Rathaus ist schön, die Kirche ist auch schön. これが私の中学校。お、めっちゃ近いじゃん。こっちさっき。小学校だって。これがレナだよ。は？レナ？レナ中学校？じゃあみんな勉強できないかもしれないね。どういうこと？ここで学んだんですか？ここで学んだよ。でも結構変わったよ。ちなみに中学校の時とか小学校の時に、はい、日本人の同級生とかいた？いなかった。あ、いないんだ。一人も？アジア人もいないの？みんなドイツ人。ドイツの中学校は何歳から何歳？10歳とか11歳からこっちに入って。Und dann was fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. 6年間、16歳まで。あ、中学校が6年間だ。だからこの学校だね。あっちの学校がもっと長いな。こっちも違う学校だぞ。うん、これも違う学校。だから4つあるよ、学校。ドイツの学校のシステムにより4つの学校があるんだよ。なかなか難しい。このマックシュワーベンに。さっきあのグロンチューレ、小学校に行ったでしょ。うん、そこは1年生から4年生までいる。うん。でその次にどこの学校に行くかを決める。この3つで一番優秀な人こっちに行って、一番頭いい人はここに行くんだ。そうで、そこは大学に行くような。あ、じゃあ進学校だ、日本でいうところだ。でこっちは、私は行ったところは専門的な学校をついでに行くと普通に大学に入れるか、あの仕事を始めれる。
なんか6年間行くこっちの学校で一番何も学校に入りたくないのが、16歳まで学校に行ってそこから直接仕事をし始める。あ、じゃあ小学校を卒業したら3パターンあるってことね。 Yes。 こっちの進学校に通う人とこっちの専門学校みたいなところに通う人と、まあ、あとは勉強をあんまりしたくなくて学校卒業したらすぐ働くような簡単な学校に通うかったと。そう。レナはここに行ったってことだね。でもレナ大学行ったから途中で変わったってこと？進路は。これを終わらせてあと2年間ミュンヘンの学校に行ってから大学に入った。なるほど。だから日本の学校システムとは全然違うね、ドイツは。うん。じゃあこれみたいな家はもうドイツっぽいでしょ。白い壁で赤い屋根、赤レンガの。うん、そう。飛行機から見るとこういう家ばっかだよ。でも今は結構モダンな家とかもたくさんあるし、あと白は誰も欲しくないからこういうなんか黄色くしてる。あ、あの奥みたいな黄色い壁で、あれもドイツっぽいっちゃドイツっぽいね。いや、煙突がついてて多分暖炉があるんだよね。そうそう。牧場に入ってきました。めっちゃ広いよここ。ただの芝生だよ。動物いるよ。馬走ってる。馬走ってないよ。うわ広っ。めっちゃ広々してるわ。今はちょっと山を登ってそこからマッチュアーベの街が見える。左側にドイツっぽい家がめっちゃある。うわめっちゃここドイツっぽいぞこの景色。で白壁赤レンガ屋根の、これがなんか田舎のドイツって感じ。本当にザードイツの田舎って感じ。 これとかも可愛らしいね。本当にだいぶ登ってきましたね。山というよりはなんかちっちゃな丘って感じ。ずっとでも右側にね畑みたいなのが続いてるんだけど、あここで何作ってるんだろうね。トウモロコシとか小麦とかかな。多分ジャガイモ。あ、ジャガイモか。着きました。てっぺんまで来ました。おお、綺麗。涼しいし、ね、そういうわけじゃない。The weather is here good. You can see here the Alps. Oh, マジで？It's not good for it. ああ、残念。教会。ああ、見えるね。あっちまで戻らなきゃいけないよ、タカ。帰りはちょっとタクシーで。タクシー使おう。Ich habe es verstanden. Take a taxi. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Herzlich bitte. Nein, it's good for your muscles. だからこっちまでマッチュアーベだよ。ここ最後の家。本当だ。もう村の終わりが見えたね。そう。でここに教会がでしょ。で私が住んでるところはその反対側の終わりだよ。ここからずっとちょうどあそこまでが。村の始まりと終わりが見える。やっぱり丘の上から見てもそう思うけどよ、ドイツは赤レンガの屋根が多いですね。ソーラーパネルを積んでる家がめちゃくちゃ多いね。半分以上はソーラーパネルを積んでる。エコフレンドリーなドイツの町村、マークトシュバーベンを上からお届けしました。ここから頑張って帰ります。タクシーを呼んでくれないという拷問ですので歩いて帰ります。まあまあ遠かったよ。上からさ教会見えたけど、ね、あ、町の中心に戻ってきましたか。これはそうそうそう。あ、やっぱ俺あの雰囲気が好きだわ。町の中心のなんかオープンスペースのカフェみたいな。そう、マーケットプレイスがあって、そこでクリスマスの時にはクリスマスマーケット、週1回はそういう、あそうなの。ちなみにこれ新しいけど、お、ここに刺身とか丼とかあるよ。本当だ、刺身って書いてある。巻き寿司とか。でもやってるのが日本じゃなくてベトナム。ベトナムコベイザンって書いてある。マークトシュバーベンにも日本食レストランがあるってことだね。結構寿司のメニューが大きいよ。これまた今度来てみましょうか。ああ今日は時間がないんで。ということで町の中心まで戻ってきました。めちゃめちゃ車が多いです。ここが本当に教会のあるメインストリートだね。天気も良くて最高だね。はい、ということで町の中心まで戻ってきまして、一周しましたね、マークトシュバーベン。そうだよ。1時間ぐらいで一周できました、歩いて。そうそれぐらい。コンパクトで、皆さんも伝わったと思いますけど、静かで空気の綺麗な、でも自然豊かでいい町です。はい、私たちは今家に帰ります。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ミュンヘンに遊びに来る方はぜひマークトシュバーベン
訪れてみてください。いや、そんなに魅力ない。いや、あるよ。今日の動画で皆さん伝わったと思いますけど、僕は大好きです。ということで、いいよ。また次の動画で会いましょうね。バイバイ。ママもバイバイ。バイバイ。